衝撃の事実。え、何？急に。とりあえずこの会話聞いてて。うん。今度映画見に行こうぜ。お、いいね。いつ行く？そしたら後で連絡するわ。うん、オッケーオッケー。はい、この会話。うん、よくある会話だね。この後での認識が北関東と他県で違うらしい。そうなの？ちなみに群馬はどんな認識？後でって。気が向いた時とか後日とか？そうなんだよ。北関東の人はそういう認識なんだけど。他の人たちは？その日のうちに。嘘だろ？だから我々は後日って思って言ってるのに、向こうはその日のうちに連絡来ると思ってる。それってその日ずーっと連絡待ってるってこと？そういうこと。やばいじゃん、なんで連絡してこねえんだよって喧嘩になるじゃん。場合によっては友情崩壊すっぞ。恐ろしいぞ。ちなみにこれが後での認識マップ。恐ろしいほど少数派。かろうじて東北の北の方は認識が同じ。喧嘩にならないためにはどうしたらいいんだろう。とにかく後でを使わない別の方法を考えるしかないね。後でを使わない方法か。なんかいい方法思いついた？ちょっとすぐには思いつかないから後で考える。ああ、早速使ったね。